池袋の、あの、花デカ王子。花デカ、池袋の花デカエンペラー。池袋の花デカプレジデント。まあ、大関慎吾が、なんか、バンクだったらしいですね。大関は、1週間、まあ、大関は、バンになりましたね。まあ、シコシコと、どうか。タイソン君がシコシコ。まあ、なると思うんですけど、タイソンの。それを、初めてモザイク付きで流しましたね。で最後のは無収入で流しちゃって、流したけどすぐに消したんですけど、まあ1時間ぐらいの配信で消したんですけど、でも YouTube サーバーの方に証拠がありまして、あいつは1週間バンになりました。その証拠は全部あります、僕の方に。でもその僕も、まあ、出しちゃえば、僕もバンには寝らしいから、まあ出せないっていうのは確かですけど、それと、企業君の差し押さえの件も含めて、大関は数字のためやったら、延長の範囲を超えてる。まあ俺もよくやる。酒のせいにしてる。でも人のことは言ったりはするけど、のっけていい動画とかそういうの乗っけたことは今まで僕はありません。タイソンがここまで怒るっていうのは、当たり前のことをあいつがやったから、当たり前にもうエンタマこういった範囲をやってる。やら先輩の件もそうでしょ。病院に行くっつってあいつはエンタマにいたかもしれないけど、車椅子乗った映像出したりとか、それって許される行為じゃねえんだよ。もう大関の行為は、タイソンがここまで怒るっていうのは当たり前の、もうエンテマを超えた配信をあいつは出してるんだ。初めはモザイク付きだったけど、このモザイクなしだけだって。まあシコシコと、どうか。タイソン君がシコシコ。お前調子こいてるからだよ。何バンなんか食らってんだお前、情けねえな。お前状態入ってんのか。